はい。生姜のみじん切りを作っていきます。はい、裏返して4分経ちました。火を止めます。で余熱で30分放置します。さあ肉を取り出します。熱でじっくりやったつもりですが、はい、OK。
はい、完成です。さあ、ここでシャンツァイをかけます。ユリアンダイブですね。ユリアンダイブはシャンツァイをかけまして、たっぷりのタレをかけます。オーダー大体はちょっとシャンツァイが苦手なんで、このままです。